強がってばかりいても本当はもろくてさらけ出しすぎちゃってまた一人泣いて駅近ファミレス23時、心を蹴る友との会話中、新着メッセージがあります。もしかしてもしかして、けれど相手はまさかの出会い中と噂のバンドマン、明日僕らのライブに来て会うって何様。期待して忘れしてまた繰り返して、変わらない。